ホニー103は第二次世界大戦中に大日本帝国陸軍が使用した航空機関砲である。本法の開発経過は半然としない。日本陸軍の依頼により1940年に日本特使校が試作、半自動式の弊社風評法を自動式に改修し、航空用に転用したとの説がある。日本特使校は昭和7年から兵器開発を開始。 昭和17年には 20mm、30mm、37mm、57mm 航空機関砲を開発した。機関砲の設計ノウハウとしては1939年に姿勢 37mm 高射検体戦車砲を製造している。民間から火砲を製作し、陸軍に提案した事例はこの企業の他に存在しない。 航空交渉は1943年3月、二式複座戦闘機、トリュー2、ホ203を搭載した試作機の製作に着手した。5月に試作機が完成、10月には二式複戦工型の回収を終了した。兵装構成は、胴体下部に合計 20mm の補散機関砲一門を搭載、機種に本砲を一門装備したもので、 兵型と称された。この機関砲を搭載した二式伏線は、胴体の4本の縦通り材に交換を溶接して、作られた砲画を設け、この砲画に、砲身中央部を接続して砲を搭載している。機関砲の砲身上部には16発を収容する、ベルト断層方式のドラムマガジンが装着された。搭載弾数は16発であるが、最初の一発は暴発防止のために抜かれて15発が、 定数となった。また、マガジン工法には、暴発した時の防御として後半が廃されている。発砲の反動は 700kg である。使用弾薬は、不評法の11年式弊社不評法用のものから、発展した 37X112mm 有機円式で、玉種は、鉄鋼弾、榴弾、炸裂弾、マ351-301鉱。マ 他に演習弾である大用弾を用いた。弾頭威力は補算の3.3倍はあり、一撃で4発1爆撃機を撃墜可能であった。なお、本砲について、P-39 エアラコブラ及び P-63 キングコブラに搭載されたことで、有名な m 4 3 7ト、mm、ル航空機関砲の模倣であるとされていることがあるが、本砲は、 ロングリコイル方式の作動形式や上部に断層を持つ点が M4 と類似しているものの内部構造や構成は異なる独自の設定である。ホニ103を機種砲として装備した飛行台53戦隊の二式複座戦兵型低装備。ホニ103ともに機体背面には上向き砲として歩行二門。 同乗者席に98式旋回機関銃を一丁装備保203を装備した二式伏線は、その攻撃力から、特に日本本土防空戦において、対 B-29 戦で戦火を上げ、飛行第5戦隊のカシーでイサム隊員を筆頭に、多くの B-29 キラ当たるエースパイロットを排出した。ただし、保203は、空対空戦闘において、 扱いやすい火砲ではなかった。タイビーマイナス29の場合、気温十5は敵の前方に占らないくらい、対面で突入しつつ全火砲もしくは前、髪型から射撃した。この際、時間的猶予から発砲可能な弾数は一発から二発であり、よく照準して撃ち込めるのは一撃に限られた。操縦席付近を照準するものの、エンジンに命中するなど精度は良好ではなかった。 機45の限られた機体性能と速度及び保203の低初速から直上攻撃は行われなかった。直上攻撃の場合、B-29 の何倍か前へ修正量を見越して撃つ必要があった。速度と機動性にかける機45が B-29 を攻撃する際に修正量を見越して相手との角度が浅くなった場合、反撃を受けて撃墜された。 そこで速度が重視され、5加砲攻撃の際にもまず高度差を利用して加速し、上方から射撃後に一気に下へ突き抜けて、離脱、速度を利用して再び下から射撃した。威力の例としては、昭和18年11月、ラングーンを空襲した B-24 を機45が、追撃、高度6000メートルで快適した。前方に回った機45は2番機を狙い、 対抗から距離300メートルで2発を射撃、B-24 の左主翼付け根に一発を命中させた。37mm 弾を受けた B-24 は直後に黒煙を吹き水平にスピンしてから空中分解した。また、昭和19年1月19日、インドネシア東部のアンボン基地付近の空戦では、機4 15装備した部隊が、 B-24 の変隊二十数機と交戦し、うち一機が B-24 を三機撃墜、一機撃破した。この時、ホ203の一撃が B-24 のエンジンを吹き飛ばして、墜落に追い込んでいる。1944年6月16日、北九州の八幡製鉄所を目標とする B-29 変体62機が来週、 機45を装備する4戦隊が夜間迎撃を行った。上機のカシーでイサム中尉は高度2000メートルで快適、前方から突入し、距離80メートルから歩203を射撃した。左翼付き根に,に 37mm 砲弾が命中した B-29 は墜落した。また他の機45は、あと、髪型から加速して B-29 の下へ潜り、 機種を上げて、保203を、発砲、左翼付け根の燃料タンクに直撃を受けた B-29 は、大きな爆発を起こして分解した。この戦闘デ45は延べ24機が、他の撃墜例としては、B-29 の操縦席に一発命中して、機種が、恋のぼりのような状態となり、墜落した例や、B-29 の左主翼付け根に一発命中。 直後に爆発を起こして空中分解したなどの戦闘例が多い。ありがとうございます。